はい、ということでですね、はい、ヒューマニズム超対談編、超対談編、はい、2022、はい、ということで今回私、アークル飯康介と、はい、対談していただくゲスト、はい、スーパービーバーからベースの上杉健太さんに来ていただきました、はい、よろしくお願いいたしますありがとうございます、はい、スーパービーバーのベースの上杉です、よろしくお願いします、お願いします、ということで、はい、元気？いや、なんかでもこのおかげで久々に会えた感じしますね。そうだね。なんか結構ちょいちょい連絡はね、二、うん、人でしてたけど、まめには撮ってる方だとは思うけど、最近会えてなかったからね。会えてなかったな。ありがとうございます。会う機会を頂戴いたしました。こちらこそ。ありがとうございます。はい、はい、ということでね、うん、今回二人きりでですね、うん、5月14日に控えております、ね、はい、ヒューマニズム超自己具編2022に向けて真剣な対談を、行っていきたいと思ってますんで、イーちゃんと俺が真剣な対談することがもうギャグになる可能性があるけど大丈夫、それを超えるぐらいのね、うん、もう熱い話をできるのは、ね、このメンツの中で誰かって考えた時に、なるほど、ね、上杉だ、これは本当ですか、うん、で俺をサポートしてくれるのも、うん、なるほど。まあどこまでねできるかわからないけど、いろいろなんか話ができたらいいと思いますね。もうやっていきましょう。はい、今日ももう話していこうよ、うん。ということでやっていきたいと思うんですけど。なんかいっぱいねここに台本がねございます。あるんですよ。いろいろ項目がね。めっちゃ考えたのよ。あの項目がしっかり用意されてる。はい。はい、私今回めちゃ考えました。あなたの。あなたが考えたの？大体俺が考えた。大体俺が考えた。いやすごいね。いやだって愛しかないからね、愛しかない、スーパービーバーなんか目が必死だよいやいや本当にマジでこれ考えさせてもらったの、いやでも、ね、パパーってできたの、なんか上杉といえばこれやな、まあ、要はこの関係性でね、これ2人の関係性とバンドとしての関係性をいろいろお話できたらいいってことだよね。そうです、はいはいはい、そう、上杉くんしかやっぱこういう会話はできないなっていうところあるんで、はい、うん、まあ、昔から遡っていこうかなと、はい、まずとりあえずお願いします、はい、どっから遡るんですか。初めての出会い初めての出会い初めての出会いはいつだ、初めての出会いですかね、うん、あ、もうそれはねここにもね書いてありますけどね、うん、あの某大会ですね、某大会ね、はい、うん、某ヤマハのですね言っちゃってるけど、ティーズミュージックフェスティバルというですね、はい、10代のなんか音楽の祭典ですね、うん、そこで僕たちはこう東京でね、あのずっとやっぱ学生時代東京、うん、まあ、今でもそうですけど、うん、東京で活動してて、うん、で東京、まあ、代表というか、うん、でその勝ちのなんか勝ち残ってどんどん大きいところに行くんだよね。そう、行く行く、お店楽器屋さん大会やって、 そこで優勝したら次の大会行けてみたいな、そしたらなんか最終的に全国大会みたいになって、そこであの大分から出てきた、そう、あ、もうまだアークルって名前じゃなかったアークルたちと出会うんだよね。そうね、うん、そう、前のバンド名スキンヘッズ、はい、スキンヘッズですね、当時スキンヘッズっていうのにボーカルの川地はモヒカンでした、はい、どこがスキンヘッズだって思いながら見てたみんなふさふさやったけどな、うん、そうだね、うん、そうなんですよ。 それで上杉さんが、うん、はい、ねえ、はい、なんか立て膝ついてこう、なんかそれずっと言うけどさ、ずっと言う、そんなことある、こうやってるもん、そうやってベースを弾いてたの、弾いてた、あなたはなんか足が痛かったんじゃないですか違うよこんな人いるっていうぐらいの、なんかその、うん、そんなに印象に残っちゃうぐらい、もう、あ、やべえこれが東京だと思って、だからもうあれでしょ、もうなんか東京っていうだけでなんかちょっとチッて思ってたんでしょ。いやいや、思ってた、思ってんかいや、やっぱ東京ってこうやるんだ、ベースの弾き方みたいな感じいやでもなんかあのタイミングはスーパービーバーもなんか結成してからまだそんなに経ってなくて、そもそもなんか、うん、なんかあの大会でどんどんさらに一致団結してったとこがあって、なんかやっぱその結成してからまあどん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 こうバンドをやるにあたってさ、その各々の本気度がどんどん上がってったりとかさ、4人のさ意思がちょっと一つにもっとなってったりとかするようなタイミングだったから、結構ね、なんだろう、思い出深いし重要だった大会で、あん時で何年とか、あ、でもあん時で、でももう俺ら2年出てんだよね、うんうん、で最初の方はもうそれこそあれじゃない、もう結成してまだ1年経ったか経ってないかぐらいの、いや、そうなんや、そんな時だったから、へえ、なんか
最初からオリジナル曲で始めたのね、バンドで、そこでやっぱでライブハウスに出てってみようとか、いろいろそうやって活動する中でさ、やっぱそのなんだスタジオとかに置いてある大会のチラシとかを見てさ、こう青春を感じるわけじゃない。でそこでなんか応募してみようっつって応募してって、あれちょっとお店大会勝てたぞみたいな、でどんどんみんな気合が入ってって、もうなんかさ、まあ音楽だからさ勝負じゃないけどさ、やっぱこう学生時代のそういうのって燃えるじゃない。でそういう中でこう燃えて燃えての中での膝が立っちゃったかもしれないね。そういう感じやったね。はい、俺全然それ分からなかったわ。いやそうよ、だってあの時でアークルはもう何年ぐらいやってたの。いや多分もう中2からだから、早いんだよな、6年、うん、5、6年知らんけど、それがすごいよね。なんかアークルはもうてかもうアークルだったよね。もうあの当時からさ、まあ俺らももうビーバーだったかもしれないけど、ビーバーだよ、ビーバー。でもなんかそのそんなあんまそのだから俺らよりもバンドとしてのその完成、今の形、アークルっていう形がもっと匂ってた気がするんだよね。なんか当時の、まあ、自分たちもそのこれからいろいろ変化していくであろうっていうその原石の意味ではあんま変わってないのかもしれないけど、でもよりその変わってない度っていうか、そのロックバンド、その要は日本語ロックをドカーンとやってて、なんかちょっと擦れてて尖ってるみたいな、だから昔から変わらない感じっていうのはもう出てたよね。逆にだから俺らの方が話しかけづらいよね。いやそう、うん、なんかだって東京もんだと思われてるわけでしょ。東京もんでさ、バスでさ、なんかなんで東京で、ね、家に帰った方が近いんじゃないとか。それは思った俺も。ホテルにみんなで泊まって。みんなで泊まるわけじゃん。そうそうそう、みんなで泊まるんですよ。なんかこうね、なんかね、全員集まって、そうそう、その前日に、うん、どこだっけね、なんかちょっと赤坂か、赤坂とかなんかそういうところにさ、19、20歳のやつが泊まったことなんてないわけじゃん。ないないない、今でも泊まんないけど、うん、でもなんかやっぱ東京生まれ東京育ちが東京のホテルに泊まるっていうのだけでちょっとドキドキしたよね。いやでもなんか、うん、いやでもいや俺なんで帰った方が早いじゃんみたいなことを言っててそれがまさにちょっとさらに鼻につくみたいな。そうそう、それでなんかあ怖えみたいな、ピーカさん怖えみたいな感じになってたのそうですね。いやでももう10年以上前だから、ね、そうだよ、すごいな、うん、まあ、お互いのボーカルの髪型が変わったっていう。そうですねその時坊主だったもんね。そうそう、まあ、あんま変わってないのはもうなんか藤原さんぐらいそうだね、そうですね、藤原さんは何も変わってないっすよね、うん、いやそうか、うん、それ以外はね、そうだね、変わってなくて、うん、でそっから仲良くなったのは、うん、そうね、ブルーエンと3番目が当たったツアーですね、はい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 、懐かしいっすね。あれももうかれこれ10年たくつぐらいになるのかね。うん、10年ぐらい経つか。でもなんかでもそうだろう、2000何年だろうね。でも20半ばぐらいだったとしても10年弱ぐらい経つわけでしょ、うんうん、そう、そのティーンズからその、うん、ティーンズからちょっと開くよね、開いて、うん、ちょっと仲悪い、仲はいい、仲が悪いわけじゃなくて別にお互い寄り添わない、そうそう、寄らなくてやっと寄り合ったのがその3バンドのツアーで、でなんかでもその河内と渋谷がなんか会って話すきっかけがなんかあったりとかして、そう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 、でそこでなんかまたちょっと近づいて、うん、なんか一回その青春時代のバチバチから解き放たれて、うん、もうみんなもう各々いい大人になってさ、うん、自分たちのそのなんだバンドのことを考えて活動しだしてさ、うん、もうなんだいい意味で厳しさを知っていくわけじゃん、うん、でなんか苦労も知ってってさ、うん、そういう中で 2,3 年ぐらい経ってからまた出会うっていうのが良かったのかもね。そうね、うん、あの時がだからまあちょっとあれか、うん、あれやけどそのソニーから離れた後だ、ね、後だね。で俺らがもう自習でやって、自分たちがその最初のソニーの時はもう本当にもうこういう風な活動せざるを得ないような、うん、まあ、状況だったし、自分たちもそういうマインドだったから、うん、あんまりその友達とか、うん、対バンの人と話すとか、うん、あんまり全然できてなかったから、うん、だからやっとそうやってなんか同世代の仲間とか、まあ、その先輩もしっかりだけど、うん、まあ、あの時はあんま後輩とかいうさいるような年齢じゃなかったから、うん、あれだけど周りのバンドマンと交流ができたのはやっぱその最初のソニーのが終わってから、うん、だからまさにこのタイミングがそういうタイミングだったよね、うん、
ブルエンとビーバーと、ブルエンとビーバーとアークル、アークルで、あれ楽しかったね。あれはもうバカだったもん、ね、いやもうあれはあのちょっとまた遅れてやってきた第二の青春だったね。確かになんかその、言えないことが多いな、言えないことは多いね。多い、もうこれにおいては汚ねえこともいっぱいあるしさ、もう言えない、もうなんか木の実木のままにさ、でもなんかこれがバンドマンだ、これが旅人だぐらいの感じのさ、なんか楽しさとさ、でもその分なんか夢中になって本気にやってた感じがあったから、でもなんか何よりやっぱ自分たちはその最初のメジャーが終わった後に一番飢えてたのはああいう雰囲気だったりとか、ああいう姿勢とか、ああいうのだったかもしれないから、なんかあの時のなんだろうな、ブルエントアークルと回った感じって結構今の自分たちのなんだ骨組みになるようなことだったと思うから。そうやな、俺らもそこはもう結構変わらなくて、結局そこで俺らも昔からもうなんかこうそういう風にもうツアーもめっちゃ回って、でもいやスーパービーはメジャーいたバンドなんでしょみたいな感じで初めなんかちょっと思ってたんだよ。でも話すと結局芯ある全員で、喧嘩もしたし言い合いもしたし、で面白いのがさ、そのパートごとに結局打ち上げとかでこう集まる、あるあるだよね。でそれでこうどうだこうだ言って、上杉ともあの時もうめちゃくちゃ話して、そうだね、その時はもう超楽しかったな。もうなんかお金も時間もないけど気持ちはあるみたいな、もうそうそうそう、もうやはり完全無双モードだったよね。そうでもなんかあのなんだろうね、その安い居酒屋で安い酒と、もう朝まで、ああでもないこうでもないって言いながら喧嘩してるやつがいたりとかしながら、なんかもう明日も頑張ろうとか言いながら、じゃあ寝るとこどこで寝るんだぐらいな感じで、例えばそしたらなんかうちに河内の家に泊まってけみたいな泊まらせてもらったりとかさ、そうだね、なんかじゃあちょっと行くぞって言ったらもう誰かがもう勝手に機材車で寝てたりとかさ、もうなんかもうじゃあとりあえず風呂入れるところを明日起きたら行こうみたいなので、もう今日はもう寝れるとこでもう寝るみたいな。いやそうだったよ、で明日みんなでスーパー銭湯に行きましょうとかさ、そこスーパー銭湯行ってからなんかこう会場入りするみたいなさ、楽しかったな。懐かしいよ、そういう感じだったよね。まあもっと掘り下げると喋れないことの方が多いです。多いですね。すごいあのライトなところを喋ってますね。ライトな感じで今のところ、お互いの印象なんですけど、お互いの印象項目がありますね。はい、ありまして、私からの印象なんですけど、自信があるけど、弱みをそれほど周りに見せないタイプ。おみくじなんですかこれ。なんか引いたんですか、な感じでちょっと言わせていただきます。はい、で差しで話すときに、まあその不意に弱みを見せる、こう実はこうなんだよねっていう時の上杉くんが安心すると、俺は自己肯定があんまないんで、初めて会った時から上杉のこういう上杉なりの自信にちょっと憧れているところがあるという。そっか、イーちゃんって自己肯定感ってないの？ないね。すごい、なんもないね。即答じゃん。このままだよ。でもさ、ちゃんとこれ俺なりの印象ね、ちゃんとプライドもあるし、こういう自分のスタイルはもう確立してるじゃん、こういう風なのがかっこいいかっこ悪いとかさ、こういう風にあるべきとか、こういう風なのは許せないとか、だからそれがもうあるだけでもう全然良くて、それをなんだろう外にさ、あのどこまでさ感じさせたり見せるかっていうのは別に見せなくてもいいところが、でも俺みたいなタイプはただそれがもうダダ漏れで漏れちゃってるだけで、あんまりその周りにこう皮がないから、皮がないから、そうなんやな、そういう風に上杉っていうのはもう愚直な、もうなんていうの、それがこれ上杉みたいな、だからなんかね、A ちゃんみたいな感じ、渋谷がなんかちょっと前のなんかラジオでさ、なんかメンバーを例えるみたいなので、俺のことを表紙しかない本って言って、すごい分かりやすいなって自分でも思ってしまったっていう。いや中身ありますよ。中身ね、しっかりあるけど。そうそうそう、中身、そう中身はあるんだけども、表紙もうこれ以上みたいな。分かる分かる分かる。ね、でもなんかでも
逆に言えば自分のことに対しては正直に人に伝えるから、いや今こういうことでへこんでてとか、うん、こういうのに今悩んでてっていうようなところはやっぱイーちゃんにはいっぱい話してきてるよね、うん、逆に言うとそういうのが話せない人だったらあんま付き合えないよね、うん、いやそうだな。でもなんかさ結局上杉ってなんか、うん、後輩とかも面倒見いいしさ、うん、須藤とかもこの春日の須藤とかともいいし、なんかそういうところではこう先輩肌を見せるけど、はい、俺とかと会う時は結構その真正面で使ってくれるのが、うん、あこいつその表紙上杉だけど中身を見るときは好きだから、うん、その表紙の中って、うん、あこういうこと考えてんだとか思って、うん、あの下北のあの俺流俺しようとかに行くのだってあのね、もう飲んだ後の最終の時にぼやく時の時、ね、そう上杉とかが別にもう飲めないのに瓶ビールみたいな、ね、ビール飲めないのにとりあえず瓶ビール頼んで、そうで、うん、なんかもう飲みたくないけど飲んでる時の上杉のあのフォルムと、うん、フォルムとなんかもうこ う, もう、ね、あれがなんか可愛いの、ありがとうございますですね、うん、そうかそうそうそう、でもそうね、でもイーちゃん、イーちゃんは結構俺は正直者だと思うけどね、うん、あんまりその要は人を選んでなんか喋る人とかを選んでるだけで、うん、もう好き嫌いはっきりしてるタイプだと思うバレてます、うん、でもなんかちゃんとこう、うん、あの周りを平らにすることもできる人じゃん、あのやっぱ好きとか嫌いとかはっきりしてるけど、あのそこに対してさこう、うん、あなるほどこの人こういう人ねとか、あこれってこういうことねって思った時にはちゃんと意外と合わせられるタイプだ、ね、その料理できる人やったりある、あなるほどね、できなかったらちょっとこちらちょっと俺イタリアン通ってないんでみたいなフレンチないんでみたいな感じで中華行きますよみたいな感じのノリだから結構狭いのかな、はいはい、意外とその違うんだよ、いろんなあの立ち回りができるってことなんだ、器用なんだ、いや器用でもないと思うけど、うん。